こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は視聴者様からご質問のあったダウンロードしたモデルファイルをデビエーション TX に登録する方法チップスをお送りします。まず、デビエーション送信機の電源を入れ、USB 接続のモードを確認・設定を行います。メインメニューにある USB を選びます。2行目に USB ドライブオンとなっていることを確認してください。オフならエンターキーを押してオンに変更し、エグジットキーで戻ってください。次に登録するモデル番号を確認します。ファイルロード画面でモデル名がノンの番号を探し覚えておいてください。私の送信機では59番がノンです。電源を落としましょう。次に送信機を USB ドライブモードで PC と接続します。送信機のエンターキーを押しながら電源を投入します。画面が USB マークとなり、送信機のメモリが USB ドライブとして認識されるようになります。そしたら送信機に付属してきた USB ケーブルで PC と接続します。私の PC では D ドライブにマウントされました。次にモデルファイルをダウンロードしてきます。今回は XKA800 のモデルファイルで説明します。動画のもっと見るを押すとモデルファイルへのリンクが用意されてますのでクリック。 Google ドライブのページに遷移しますので、ダウンロードをクリックしてダウンロード完了したら、ダウンロードしたフォルダを開いて該当のファイルを先ほど記憶した番号を思い出しつつ、モデル 59.ini とリネームしましょう。次に名前を変更したモデルファイルを送信機のモデルズフォルダに上書きコピーします。コピーが完了したら USB ケーブルを外しますが、必ずデバイスの取り外しを行ってください。ケーブルを外したら普通に電源を再投入。コピーしたモデルファイルが有効になっているか確認します。ちゃんと59番に A800 のモデルが現れました。あとはロードしてご利用ください。なお、モデルファイルロード後は念のため送信機の電源を入れ直すことを忘れずに。